フェフェです。バイナンです。フェフェのバイナンチャンネルでーす。ラジャーベース。久しぶりです。お久しぶりです。フェイフェ。おい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 。おい。面会かっていうツッコミの前に。久しぶりやまって。久しぶりですね。これ作ってくれたんですね。はい、作りました。ソーシャルディスタンス膜。ソシャディ膜ですね。ソシャディ膜。通称。あ、通称そうなんだ、はい。相性な気もするけど。まあね、はい、事務所の方からもお許しが出て、はい、まあ距離感空けつつ、はい、まあ、こういう風にね、なんかいろいろやれば、まあ、撮ってもいいよということなので。だいぶ違いますね、でも。ズームと、やっぱ。いや、ズームなんてあんね、喋、はい、りにくいよ。あれは。だいぶやりやすいですね、これで。うん、はい、いや、よかったわ、うん。やっぱ人を感じるっていうね。いいですね。やっぱ、なんか、いつもより俺、多分口角上がってるし、ね。だって、ここでさえ1ヶ月以上会ってなかったから。いや、もちろん、もちろん。だから、リモートになってから会ってないですからね。うん、もう1ヶ月以上、そう。1ヶ月半ぐらいか会ってないですからね。うん、で、こっからまあ、一応こういう形で、騒動が落ち着くまで多分行くのかな。はい、だからこれがもう、なくていいよってなった暁には多分ディープキスですね。もう今はできて幕越しですけど待って、中自体はいけるんだじゃあ今でも、はい、いや、いいんですよ。まあお久しぶりなので。そうですね、まあ、企画云々も、はい、まあ明日以降に持ち越すとして、はいはい、まあ、ちょっとダベりましょうよに近いかな。お久しぶり会ですね。ということで、まあだから最近何やってたのって言っても、うん、何もやってないでしょ、うん、お前、マジか。え、こっちがディズニー休園しましたってなったと同時に、僕はあくまでもディズニーを楽しむための準備期間ですよって皆さんに励ましてたんですよ。ああ、言ってほしい。その本人が何もしてないとでも。あ、そう、はい、やってる。やってますよ。あ、そう。例えば、例えばもう、映画毎日1本ずつ見るとか。あ、やってんだ。はい、で、そうこうしてたらディズニーデラックスの中の映画とか今までちょっとだいぶ全部見てきてしまったなってなった。ちょうど今日が何日？7日8日ですかね。8日。そしたら3日後にディズニープラスっていう新しい配信サービスが始まるとか。え、そうなの？そうですよ。何ディズニープラスって。ディズニープラスがもともと海外はディズニープラスでやってたらしいの。おで、こっちはまあドコモさんとかと提携しつつディズニーデラックスっていう、まあ皆さんご存知ディズニー映画見てますよ僕。網羅できると言われてたやつ。おで、もっと見たい人向けのディズニープラスがあるんですよ。もっとってどこまでのもっと。で、これが映画の登場キャラクターをドラマ化しましたよってやつとか、はいはいはい、もうほんと細かく見たい人たち、アナザーストーリーみたいなやつ、みたいなやつとかを網羅してるディズニープラスっていう。で、こっちとかは我々バックグラウンドストーリー好きな人からしたら、そのついにイマジニアに、うん、なんかインタビューとかそのイマジニアを特集した番組みたいなそんな見れるの？もう見れたりとかするんですよ。昔やってたりとかしてるの、テレビとかでもイマジニアについてみたいな、そういうのを見れたりとかするっていう、まあずーっと潜って潜って海底タッチできるかどうかぐらいで、もっと深い海溝がいいね、その生まれたんで。例えの感じも変わってないですこちらから分かる情報久しぶりに会ったらやっぱディズニーの例えとか出るかなと思ったんです。潜ってとか言って回転2万マイルとか言うと思ったらシンプルでした素潜りの方で2万マイルなんかよりもっと深いとか言うと思ったら絶対ただの開口の話でした回転2万マイルはね、デラックスの方で見れるんでいい、そんな情報はいいけど僕ディズニーデラックスで見ましたよ最近。いいですね。何見ました？名前した。俺みたいなやつ、白い。ベイマックス。あ、ベイマックス、ベイマックス。ベイマックス見た。忘れんなよまず。ベイマックス見た。その登場キャラクターとタイトルがそのままなんだから。ベイマックス見た。ベイマックスまあ見ました。どうでした？いや、俺舐めてたし。うん、まあまあ見てない方いらっしゃったら申し訳ない、ちょっと軽くネタバレというかあれなんですが、ただし、主人公のお兄ちゃんただしだっけ、ただし、ただし死ぬじゃん、うん、俺死ぬって知ってたのに、うん、死んだってなったもんな。ああ、俺が映画界でね、そう喋ったから最初死ぬじゃないですかって言ってたじゃん、うん、もうえただし死んだんだけどで、もっと言うと、うん、魔法の、
なんだっけ、魔法のキス、なんだっけな、プリンセスと魔法のキス、プリンセスと魔法のキスも見て、うん、おすすめしたね。泣いたの、これも。これはやっぱタイトルとか絵柄でちょっと、うん、なんかなっていう、毛嫌いみたいなね。そう、なんか食わず嫌いをしたんですよ。けどおすすめされたのも見たんだけど、うん、まあ、大号泣したのね、これもね、大号泣したんだけど、ごめんなさい、ネタバレする、うん、あのさ、終盤でさ、うん、ホタルのさ、うん、あのキャラクターがさ、うん、亡くなるじゃん、うん、俺あれ2連チャンで見たのよ、うん、魔法のキス見て、うん、ベイマックス見たのよ。だから主要人物が連チャンで亡くなってんのよ、うん、そういう作品って分かってんのに、うん、俺のせいかなって思ったの主要キャラクターが亡くなってくから、お前が見なきゃ死ななかったの。そう俺が見たせいでごめんお前たちで、リメンバーミーその後見たら、うん、死んでっから全員リメンバーミーだってけどやっぱこの自粛期間中でやっぱリメンバーミーが一番泣きました。まあね、ピクサーの中だとだいぶ上位に食い込んでる。いや、リメンバーミーえぐいよ。あれはえぐいですよ、リメンバーミーは。えぐすぎる、うん、えぐすぎる。まあピクサーの中でもほぼ唯一ですからね。ピクサーミュージカル要素が少ないから、うんうん、そもそもとして音楽を題材に扱ってるからっていうのがあるけど、ミュージカル調でこう進んでいくストーリー展開は、いやー、よかった。だそういう意味では俺も準備してるのかもしれないね、ディズニーの再開にね。なるほどね、はい、ちょっとずついろんなキャラクター知ってっていうことで。その再開は結局どうなの？リモートの時もさ、なんだ、うん、夏頃かなとかさ、言ってたじゃん、8月ぐらいかなみたいな。実際どう？そっからあの収録2週間前ぐらいでしょ、はい、から変わりました状況。まあまあその時もちらっとオンラインのチケットがどうのこうのみたいなの言ってたんですけど、うん、ユニバが再開したんですよね、 USJ が。そうだよあれ、うん、でユニバーサルスタジオジャパンのそのオープンの仕方が海外のテーマパークと比べてちょっとイレギュラーな仕方をしたんですよ。でやはり年パス持ってる方々みんな心待ちですから再開を、うん、一体どうなるのかっていうような予想をそれぞれ SNS でしてるわけですよ。で僕もそれをこう、まあ、傍観したりとか自分の中で考えたりとかですけど、まずディズニー内では上海が一番最初にスタートしたね、うんうん、で一番最初なんでまずこれがロードマップとなるんですよ一旦、うんうん、でこのやり方でどうなるかとか見て周り見つつ、うん、でまあほぼほぼ変わらないぐらいの感じでフロリダの方、うん、あとフロリダの方もやりますよっていうの中で USJ だけ全然違う道をたどり始めたの、草木かき分けて。でこれが何が違うかっていうと、うん、簡単に言うとこっちは、まあ、基本的に、予約さえ取れればみんな OK、うんうんうん、でもちろん俺も詳しく調べきれてないところもあったりとか知らない情報もあると思うから、うん、間違ってたらコメントで指摘してもらえばいいんですけど、うん、まあ基本的にそんな感じなんですよ、うん、でまあ地域とかも多分限定しながらなのかな、うん、予約制、うん、で大阪は地域限定してるんですけど、うん、USJ の方は、うん、大阪府内で、うん、かつ年パス持ってる方っていう入れ方したらしいんです、うん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 、でもちろん、うん、一般の方からしたら、うん、で何なん年パス持ってる人ずるいよってことだね。ずるいよとはなるじゃない、うん、同じ条件なのに。いやもちろんね、うん、で年パスだけ入れるっていうメリット思ったよりいっぱいあるんじゃないっていうようなことが最近溢れてるんですよ。何年パスだけ入れるメリットってあります？だってでこれがまず一般のゲストと違って年パスやっぱみんな生き慣れてるから、うん、まず2個生き慣れてるっていうメリットがあって、うん、キャストさんと喋る機会が少なくて、トイレどこですか、あれあれどこですか、僕が行ったらね、そう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 、あれどこでありましたっけとかって喋ることになるから、そういうの一切なく勝手にこう行って、うん、自分で行けるわけだもんね。そうそうそう、うん、でもう一個が年パス持ってる人って、俺もそうだけど1日いるってあんまいないよって言ってるじゃん。あー確かに確かに、目的がはっきりしてるから、うん、ショーこれ1個見て帰るとかの、うん、ゲストのその滞在時間の短縮もできる。はあ、そっか。だからユニバー大阪限定だったら余計そうか。でプラス年パス買うときに個人情報渡してますから、うん、もし万が一のことがあったりとかしたときにどこどこって探りやすいんですよ。ああそういうことか。誰が来てるかが明確に分かってるから、はあ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 、っていうようなメリットがあるから、うん、もしかしたらディズニーランドの方もそっちの可能性あるんじゃないか。あ、どれをモデルにして始めるかは分からないけどってことですね。だし、まあ、イクスピアリが先にオープンしてますから、うん、そうね、イクスピアリ同様に千葉県内のみでとかいうので始まったりとか、うんうんうん、まあおそらく一番濃厚なのはとりあえずキャストさんとか招待客のみで、あー、ね、もっともっと、はい、そうそうそう、限定してとか、限定してとかがまあ言われてるような説というか推理にはなってますね、予想として、は
まあ、まだまだ先よな、多分な。まだまあ、まあ、もう僕は8月ぐらいじゃないかなって見てますけど、うん、まあ、そんな今から慌ててもっていう感じですね、うん、僕からしたら、まあ、ね、はい、うん、だってこれが落ち着くの、ちゃんと落ち着くの2年ぐらいかかると思う、聞きますしね、うん、それで言うとね、今急いでね、そうね、うん、なくなるのが一番怖いからね。もちろんね、ディズニー開けなくなりました、もうあんまりにもコロナが広がりすぎたのが一番心配だから、うん、それは徐々に徐々に、だからもうあの待ちきれない、楽しみすぎるが強いのはもちろんわかるんですけど、うん、まあ一旦はまだあのこうやって会えるようになりましたけどね、うん、自粛というものはこれが取れてないわけですから、そうよ、中ができないんだから、フェイフェイと、そうそうそう、だからこれが取れたら、そうそうそうなんで中 OK なの僕はね、大丈夫なタイプなんですよ。いやもう、ぬくもり欲しさにお前は変わったよ、この2ヶ月で。そうそう、全然もともとだって犬とかもムツゴロウスタイルで食べれるタイプですから、僕は。え、犬食えんの、あのこのふわーって、そう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 、犬ディープキス別に平気なタイプですから。犬ディープキス平気なんだお前。俺全然大丈夫。え、俺を犬としてる今じゃ。いや別に人間としてますよ。ああびっくり。変な会話だけど。ああそういうこと。人間だと思って。ここ行かれんのかと、お前に。パオ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 って言って。あ、でもそのでも男でイコール男みんないけるではない別に。ああそう。え、俺は何。バイダンは他の男と違うよっていうアプローチ、そう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 、うん、惚れないよそんなの惚れないよ別に。まあそのところ、まあそうですね、まあ再開外し、まあ、はい、まあこの2ヶ月、1ヶ月半ぐらいでこんなことやってましたよという、うん、はいはいはい、お話でございましたね。まあ明日からは通常運転というか、まあ企画もの、うん、はい、AV みたいに言っちゃいましたけど、企画ものをやっていくということでございますので、うん、はい、ぜひとも明日からの動画も、お楽しみにお待ちください。ありがとうございました。猫とチューするとね、舌がね、牙で血出ちゃうんですよ。ディープじゃねえか、ほんとに。ほんで、犬もだろ、それで。いや、犬はね、なだらかなのよ、先っちょが。猫の方が尖ってんの、やっぱ猫科だから。あー、そう、牙としてね。牙として、むちゃくちゃ痛いから。なんでディープすんのそもそも危ないって、病気、お互い危ないから。いや、猫も犬も顔を舐めることがその敬意の表しなんだって。好きですよっていう、だから人間とそこは一緒っちゃ一緒。ああ、チューするのが好きのか、動物にとっては舐める、顔を舐めるのが、そう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 、あ、だからペロペロ食んだ、そう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 、あれ敬意表してるというか、好きだよって、あ、やってんの、やってんのよ、だお前も好きだよって、ララララってやってんだ、そう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 、同じことやって返したら引いてんじゃない、向こう引いてるって。でも確かにめっちゃ水飲むわ。だろ水飲んでないからね、ほんと。こうやってっから、ね。最悪あいつ。当たってきたの。かわいそうに。くせえからな、あいつらの方が。腐ったらが。俺たま